皆さんこんにちは、キスケです。ということで本日は PVP 回りながら喋っていこうかなと思います。はい、お相手は劇場版パーティーですね。こちらは強大な敵パーティーということで、まあ、なかなか気に入ってるパーティーではあるんですけど、まあ今回の本題早速参りたいと思うんですが、皆さん5000万ユーザー記念が今やってますよね。5点覚醒、ご飯覚醒で新規のブロリーが実装して、まあイベントがたくさん出てきたと。共闘も新しくなってね。でまあ前回前々回前々前回前前 前, 前, 前世みたいに言っちゃったけど、まあ1000万ユーザーであったりとか2000万ユーザー3000万ユーザーの時にリミテッドキャラが実装されてるんですよね。知ってました？例えば、まあ、バナーちょっと見せるんですけど、ずらっと多分編集の時に画像はペタペタっと、まあ貼ってるとは思うんですが、まあ上からこれね、一番かっこいいアングルのカメハメハの黒髪悟空で、次が親子ご飯で、次がマタナ悟空で、4000万ユーザーがブルーゴジータとミガってやったかな、確か。まあその何千万ユーザーのタイミングでリミテッドって絶対来てるんですよ。1000万ユーザーの時以外は、なので5000万ユーザーのタイミングでも、まあ、リミテッドはほぼ確定で来るんじゃないかなとは思ってます。でトシさんが言ってましたよね、その前半後半あるよって。でこの5点の覚醒とか新規のブロリーは、まあ、前半のイベントですっていうことを言っとったんですけど、まあ多分後半のタイミングで、新規のリミテッドキャラは来るんじゃないかなと思います。でですよ、でです、ワンチャン2体来るんじゃねえかなと思ってるんですよねワンチャン2体来るんじゃないかなと思ってて、まず2000万ダウンロードは親子ご飯の1体でしょ。で3000万ダウンロードがマタナの1体でしょ。で4000万ダウンロードよ、何体ですか？3体でしょ。まあそのバナーには書いてないんやけど、ゴジータブルー身勝手ライジング呼んでいくで、ブロリーでしょ。いやーちょっとミスったけど入った、ラッキー。ってことは5000万ダウンロードはさらに上を行く、2体同時実装、3体同時実装、まあ複数体のリミテッドが同時に来る可能性はあるんじゃないかなって個人的には思ってます。でリミテッド来ることはもうほぼ確定で、あのハテナのチケットどのミッションでもらえるかちょっと忘れちゃったんやけど、もらえますよね。なのでまあ次のリミテッドは何だっていうのをちょっと次の試合で予想していきたいんですが、この試合がなかなか終わんないですねあと1体なんやけどな。相手ライジング持ってたっけ？持ってない。オッケー、バニシングないんでね。これで必殺技で積もうかな。はい、じゃあ次の試合いきましょう。あばよ。さあマッチングしました。合体戦士パーティー対戦やっていきます。よろしくお願いします。よいしょ。まあさっきの話の続きしますか。まあ、さっきの話の続きで、まあ、リミテッドが来るのは、まあ、5000万ダウンロードの後半でほぼ確定してるということはお話ししたとは思うんですけど、まあ、何が来るかっていうことですよね。で最近のリミテッドの傾向を見ると、まあ、敵キャラ味方、敵キャラ味方みたいな感じでわりかし交互に来てるんですよね。例えば、まあ、最近追加されたのがフルパワーフリーザでしょ。で次がご飯で、次がまあ周年なんで複数体いますね。阪神崩壊、ゴジータ4、まあだからここは省くとして、で次が龍拳悟空でカマロゼみたいな感じみたいな感じで、まあ割かし交互に来てるんですよね。
あ、そうか、交代、あれか、特殊カバちゃん向こうか、ウーブ。強えな。なので、まあ、次来るとしたら、味方キャラ。もしくは、まあ、龍拳悟空みたいにちょっと、味方キャラを被せてくるかのように、敵キャラを被せてくるかとか。うん、まあ、そのどっちかだとは思うんですけど、個人的にね、次来る、リミテッドキャラはね、ブロリーの映画の、熱戦、烈戦、超激戦でしたっけ？あの時の悟空が、そろそろリミテッドして実装されてもおかしくないんじゃないかなって思います。まあやっぱ5点とか5班とか覚醒しましたよね。なので、まあそのブロリーつながり、まあ映画は違うんですけど、ブロリーつながりで、まああの頃の悟空、まあリミテッドにふさわしい演出って結構あると思うんで、この辺りでサクッと出すんじゃないかなって。これね、ちょっと黄色じゃ多分ゴジータ落とせないんで、うまい。ライジングは温存やな。それか、5点の時のブロリーを実装するかとか、うん、ないし、リミテッドの変身ブロリーとかね、その辺出してもおかしくないんじゃないかなって個人的には思います。まあ、ブロリーに関してはさ、なんか、岩盤とかあるやん。ベジータを沈めた。だから、ああいう、これはこうやね。ああいう演出もさ、やっぱあるんで、なんかね、特殊アーツとか究極アーツに組み込んで、ユーザーを満足させるような演出が作れると思うから、まあこの熱戦、烈戦、超激戦から、まあ悟空ないしはブロリーが実装してもおかしくないんじゃないかなって個人的には、うん、思ってますね。はい。で、個人的に欲しいリミテッドキャラを、まあ次の試合で喋っていこうかなと思うんですけど最近劇場版強化とかね、わりかし一タグに絞って強化し始めてるんで、何かと劇場版から出るんじゃないかなって個人的には思ってんだよな。さあ2対2、まあ色は悪くないね、悪くないっていうか、めちゃくちゃ有利やと思うわ。これは味方一体落ちたんで、泥足上げて殴っていこう。多分皮は剥がせると、うわ、強えな、ボージャック。強くね。これで、もう一枚来る。で、これでブーに変えて、あ、やっぱ交代してきたか。じゃあこれ究極圧で、トーン。究極圧で、トーン。いい立ち回りなんじゃないか、これは。さあラスト、まあブロリーか悟空がわりかし来る可能性は高いんじゃないかなって思ってんだよな。 OK、 あざした。さあマッチングしました。再生か再生か、これでいく。何色でいくんだろうな。これでいこうか。いやー、再生パーティーの苦手意識っていうのがまだまだ拭えないな、俺。な、再生パーティーと対面するとね、ライジングラッシュ読まれる気しかしないんですよね。ほんまに。で、実際読まれてんだよな。それが嫌ですね。はい。で、まあ先ほどの話の続きできるのかな？再生パーティーに対して。わりかし俺ヒーヒー言いながら戦うしかないねんけど。先ほどどこまでまだ。うまい。どこまで話したっけな。OK。まあ、個人的に来てほしいリミテッドですよね。個人的に来てほしいリミテッド。個人的に来てほしいのは、やっぱ最終形態クーラとか。うん。で、まあ演出的には、悟空のさ、カメハメハをさ、
かき分けて出てきたでしょ、クーラー。あの演出めちゃくちゃ好きなんで、そろそろなんか久々に必殺カウンター持ったキャラクター出してもいいんじゃないかなって思うんですよね。カウンター必殺か。カウンター必殺のキャラクターってさ、出てないよね最近。うーん、マジで誰が最後、バカ野郎だけ、それかちょっとなんか覚えてないな。なんか特殊カウンターとかね、わりかしいるっちゃいるんやけど、必殺アーツでカウンター必殺持ってるキャラクターがあんまりいないんで。ナイス。そろそろね、その相手の射撃アーツとか必殺アーツとかをかき分けながら突き進んでいくリミテッドの最終形態クーラーとかわりかし熱いんじゃないかなって思うんやけど、どうかな。俺は個人的にめちゃくちゃ欲しいですね。うん、それか、まあ敵役でさ、今フルパワーフリーザの、あ、やっぱ読まれた、マジでもマジで読まれんだけど、再生パーティーと対面したら激なえ、まあ、敵役でブーとフリーザはリミテッドで来たでしょ。であと1体セル来てないじゃないですか。だからセルのリミテッドが来てもおかしくないんじゃないかなって個人的には思いますね。で、人造人間パーティーにさ、リミテッドキャラいないでしょ。だから、まあ、人造人間パーティーが望んでる、まあ、紫枠あたりでね、変身セルとかさ、ありそうじゃねって個人的には思うんやけど、まあ、実際のところ言うと、まあ、復活の完全体セルが、まあ、変身キャラっちゃ変身キャラなんですけど、個人的にはね、第二形態から完全体セルに変身するようなセルが欲しいなって思うんだよな。完全体になりさえすればってやつ、そっから完全体になるっていうそういうセルを俺は望んでんだけどな。そういうセルが来れば人造人間パーティー使いもね、わりかしまあ不遇ではないのかな。戦えてはいるんでね、環境で。なので、まあでも人造人間パーティーにリミテッドキャラがいないんで、わりかし嬉しい人は多いと思うんやけど、そういうセルが欲しいなって思いますね。うん、でまだ欲しいのがあって、俺最近さ、ドッカンバトルで出たでしょ、ベジータ。こいつをまともに受け止める勇気があるかってやつ、あれがね欲しい一応そのキャラはいるんすよね。一応黄色のスーパーベジータ、でエクストリームの緑色のスーパーベジータ、そのシーンのベジータはいるんやけど、今の環境だとパッとしないんで、新しくリミテッドとしてビッグバンアタック、違う、ファイナルフラッシュを打ち込んでほしいなって思うんだけどな、リミテッドで。あー、オッケー。貴様ごときがこのフリーダに勝てるわけがない。さあ、マッチングしました。孫一族パーティー対戦やっていきましょう。緑がいないんでブーからいきましょうか。個人的にはそんなところかな、欲しいリミテッドキャラ。多分さっきの試合で喋ったとは思うんですが、最終形態クーラーで変身セルで受け止める勇気があるかベジータ、それ欲しいな。ないしはさ、完全体セルをリミテッドキャラで出して、変身完全体セルをで付属の SP にスーパーベジータ採用みたいな、俺結構熱いと思うんだよな。これでさ、人造人間タグとさ、ベジータ一家タグがさ、一気に強化されるわけやんか。だから環境的にもなんかいろんなパーティーが出てきて面白いんじゃないかなって思うんやけど、まあ、運営はそこまで考えてないんですよね。考えとったら5点を覚醒させるわけがないんで正直環境を考えてるのであれば、スーパーベジットを覚醒させたはずなんで、まあ期待は全くできないんですけど、じゃあ現実味があるリミテッドキャラは、まあ最初の方でも言ったあれなんですよね、ブロリー編の悟空なんですよ。うん、
またソン一族かよってなるでしょ、みんな。そいつがリミテッドとして出たら。そういうことを運営はしてくるんで、そこを逆手に予想して、多分悟空やと思うな。俺は。多分ね。うん。そういうことをしでかしてくれるから、運営さんはね。ありがたいことに。だから多分そういう感じだと思うんだよな。はい。ああ、ずれた。変身していく。この距離打撃あったら、OK。ダメか。くしゃみで必殺技を避けたぞ。素晴らしい。まあこれも救急加圧でバニシングもちょうどないし、皮剥がすか。で、不死身向こうのキャラクターが2体いるんで、まあこれでまあ実質どこにライジングラッシュ打っても余暇ですよってなったんでいいでしょう。さあこっからよ。いや俺はセルかベジータが欲しいな。最終形態クーラーか。最終形態クーラー欲しいな。やっぱ実質悪の系譜の強化なんでね。あー避けたのにバックダッシュになっちゃった。なんで OK。 その距離は見ないと。はい。オッケー、ラッキー。これはライジングラッシュで良さそうやな。多分、落とせるっしょ。ドーン。出てこないか。まあ、ライジングでいいや。出てこないか。なるほど。さすがに知ってるか。さあさあ。岩盤ブロリーとか。ありだと思うんだけどな。特殊圧の演出とかでね。もうダメだベジータとか。一応先ほど言った熱戦烈戦超激戦の悟空はもう出てるんですよね、実際スパーキングとして。ただあまりにも古い。あまりにも古いんでキャラクターが、青色のやつね。はい。皮外した。ナイス。間に合うかこれ。間に合う。っていうのがまあ僕個人的な予想ですね。うん。2体来るんやったらなんかブロリーと悟空同時実装とかさ、なんかそういうのもワンチャンありそう。個人的にそう思います。射撃圧打ってきてほしいな。射撃圧もしくはタックル。打撃の準備は万端やで。 OK。 バニシング回復するに、あー落ちた。もったいねー。これもったいねー。はい、危ない。よっしゃー、もう勝ちかな。まあ、皆さんは次のリミテッドキャラ、どういうキャラを予想しますか？僕はざっと6体ぐらい上げたんですけど、いい線いってるんじゃないかなと思います。勝ちでしょう、これで。よければコメント欄に書いておいてください。よろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。生放送、ミルダムの方でやってるんで、概要欄のリンクからフォローお願いします。